ダージングは、ドイツ連邦共和国バイエルンシュシュバーベン行政、関区のアイハッハイコールフリートベルク軍に属す、町村で、ダージング行政共同体の本部所在地である。ダージングは、アウクスブルク開発計画地域に位置する。この町は、公式には19の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ダージング上復元図。 マッセンハウゼン家は1317年頃にダージングに定着した。ビッテルスバフ派家はタイティング、リーデン、ライマーリングはすでにずっと以前から多くの所領を有していた。ダージングはその後帝国修道院であるセールリヒ、セイアフラ修道院に属した。1632年にザンクト・フランチスクスの上官はスウェーデン軍の攻撃により縁に包まれた。 この村はバイエルン選定公領の一部で豊富マルクを形成しており、1803年に世俗化によりバイエルン領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって現在の自治体が成立した。バイエルンの市町村再編の時代にベシステル、タイティング、リーデン、ライマーリングにより町域が拡大した。町長は アンドレアス・ビースナーである。町議会は、第一町長と20人の議員からなる。ダージング城の地下ワインコアと主な見どころは、イマルティン教区協会である。ザンクとフランチスクス地区には、ダージング城址がある。特にボールとの地下ワインコは、現在もよく保存されている。2004年以降、毎年夏に、ダージングでは、カールマイ演劇祭が開催される。この町は、 連邦アウトバーン A8 号線と連邦道 B300 号線に面している。ダージングにはパールタール鉄道アウクスブルクインゴルシュタット線の駅があり、1時間ごとにレギオナルバーンが発着する。ありがとうございます。